Linux ディストリビューションは Linux カーネルとその他ソフトウェア群を一つにまとめ利用者が容易にインストール利用できるようにしたものである Linux カーネルはプロセスやソケット通信などの機能を提供するこれらは様々なソフトウェアを動作させる上で基礎となる重要な機能であるがユーザーが利用する機能としては非常にプリミティブである例えばカーネルそのものには OS 起動時のデーモン自動起動機能は存在しないしバッシュのようなインタラクティブコンソール機能も存在しない。これらの機能はすべて Linux カーネルを利用する GNU などによって作られた個別のソフトウェアによって実現されている。ユーザーの利便性を高めるために Linux カーネルとこれらソフトウェア群を一つのパッケージにしたものが Linux Distribution である。無償。 優勝様々なディストリビューション、イコール配布、流通、ハンプ形態が存在し、各ディストリビューションはその理念、目的によって派生し、それぞれ異なるソフトウェアをパッケージに含んでいる。ユーザーは Linux Distribution をインストールするだけで、シェル機能やパッケージ管理機能、デスクトップ環境などを利用することができる。GNU、Linux ディストロ o t i m e l i 様々に派生した。 Linux ディストリビューションのタイムライン。カーネルのほか基本的なユニックスのツールやユーティリティ、その他、サーバ向けやデスクトップ環境向けのソフトウェアを集め、ビルドして、バイナリパッケージを作成し提供している。その他、最初のインストールの際に必要なインストーラー、等といった補助的なシステムが付属する。バイナリパッケージを利用するという形態のために、RPM や Dev など、 何らかのバイナリパッケージシステムの採用がほぼ必須であり、どのシステムを採用しているかがディストリビューションの主要な特徴の一つとなる。APT や YAM などより上位のパッケージ管理システムも現代ではほぼ必須である。これらはソフトウェア構成の例であり、他にも様々なソフトウェアをインストールできる。ディストリビューションは自由に配布、利用のできるソフトウェアだけを集め、 無料で提供されるものと利用に料金を払う必要のある商用ソフトウェアや企業によるサポートを受けられる権利を含んだ有料のものに分けられる。大抵の場合、前社は FTP などで公開されており、トレントを利用した配布をするディストリビューションも存在する。後社はユーザー数などに制限のあるライセンス契約によって提供される。どちらの場合も CD-ROM 等によって入手することができる。GNU、Linux Distributor によっては両方を用意している場合や、サポートのみ優勝で受けられる場合もある。d e b i a n GNU、Linux 7.5分 d デスクトップ15.10、区分 u 13.10ズバーンチョ14.04、LTS パッケージ管理システムに、Dev 形式を使っている。主要なものは、 以下の通り、Bind ナックス六点一パッケージ管理システムとして、RPM を使っている。主要なものは、以下の通り。例えば Ubuntu など、www.astralinux.ruhatelementaryoshatTheRegister Google Atwork On Desktop Linux2006 年4月25日閲覧、 Google Working on Desktop Linux.2006 年4月25日閲覧。シャレイス。Google Sites HAT CHALET OS-DISTROWATCH.com HAT。シャレイスダウンロード SOURCEFORGE.net。ハット l i v e v o y j e r HAT DISTROWATCH.com ボイジャーライブ。Live. ハットボイジャー日本語情報トップページをすでに本語サポートパッケージダッシュ s a k u r a p u p b r、ER、o w s e r l o a t o f c o o l n e s s c o m 日本語化ファイル入手先。ハット、やらおセックスホーム。ハットパピリナックスディスカッションフォーラム。ビュートピック、やらおセックスさん。リントン、スーザン、英乳、オープンソースモデル。 Watch, h d i s t r o w a t c http h コロンスラッシュスラッシュ distrowatch.com スラッシュウィークリー .php イシューイコール2 0 7 3 1 9 2 0 1 0年12月11日、閲覧。オーディオファイル LinuxQUALITYAUDIOONLINUXDISTROWATCH.comGNU Linux およびフリーブスドディストリビューションの情報サイト、ありがとうございます。